フィリップ・フィル・トルヒル・ジュニアは、アメリカ・フロリダ州マイアミ出身のレーシングドライバー。アメリカ人初の F1 ワールドチャンピオンであり、ルマン24時間レースでは参照を挙げた。生まれて、すぐに、マイアミからサントモニカに、引っ越し、9歳で初めて車を運転し、12歳の時に、父親から、ホードモデル T を買ってもらい指導で運転をする。1945年、 第二次世界大戦には行かず、南カリフォルニア大学にて経営学を専攻するが、学位を得ず、当時ロサンゼルスで最も大きい外国者の販売代理店である会社の整備士、営業職として働き始めた。1946年、カルフォルニアスポーツカークラブの最初のメンバーの一人となり、1948年、カレルスピードウェイでのレースで初勝利。 1949年に、ジャガーの研修員として、イギリスへ渡り、ジャガー XK140 と共に、アメリカに帰国し、1950年のアメリカでの、レースで勝利する。1952年より私有のフェラーリを買って、スポーツカーレースで活躍。アメリカで、フェラーリディーラーを営むルイジ・キネッティに認められ、ヨーロッパへ渡り、スクーデリア・フェラーリと契約した。 フェラーリ耐久レースチームの一員として活躍。1958年のセブリング12時間レースに初優勝し、その年の6月に行われた1958年のルマン24時間レースをオリビエジャンドビアンと共に初優勝した。その後、会一に参戦するが1961年、1962年にルマン24時間レースを連勝し、 セブリング12時間レースも1959年、1961年も優勝した。会一引退後はアメリカに戻り、フォードやシャパラルのドライバーとしてスポーツカー世界選手権を戦った。39歳で出場した1967年のブランズハッチ 1000km レースが現役最後の優勝となった。1962年ニュルブルクリンクヒルはフェラーリで、 なかなか会一出場の機会を得られず、1958年、フランスグランプリでは、慈悲でマセラテに乗って参戦した。しかし、フェラーリの F1 チームに欠員が出たため1959年により、レギュラー参戦し、1960年第9戦、イタリアグランプリでは、予選で受信初のポールポジションを獲得すると、決勝でも優勝。初優勝を、ポール・トゥウィンで飾った。 1961年は1.5リットルエンジン規定導入を味方にしたフェラーリの年となった。第6戦ドイツグランプリ終了時でヒルはチームメイトのボルフガングフォントリップスに4ポイントリードを許していた。第7戦イタリアグランプリにてポールポジションからスタートしたフォントリップスはジム・クラークとのデッドヒートの末接触しマシンごと観客席に飛び込んでいった。 飛び込んだマシンやパーツによって14人の観客が命を落とし自身もまた即死した。ヒルはこのレースで優勝してランキングトップとなりランキング2位のフォントリップス死亡によってその場でチャンピオンが決定した。だがレース終了後に初めて両友の死を聞かされたヒルは表彰台で一目も気にせず号泣したという外戦レースとなるはずだった地元アメリカグランプリは チームと共に欠場した。1962年は一転して、マシンの性能不足で未勝利に終わり、前年末のお家騒動でフェラーリを飛び出したカルロキテたちが結成した ATS へ移籍した。しかし、1963年シーズンは期待外れで、チームは成績不振により撤退。ヒルはクーパーへ移籍したが、1964年を最後に、 会一参戦を取りやめた。1966年には一戦のみ復帰するが、予選普通化に終わり、囲碁会一に戻らなかった。引退後は、県バウ軍と共にクラシックカーの修理会社を設立。テレビ解説者として、時折登場したほか、自動車評論家として、ロードトラック市に市場レポートを綴った。2008年8月28日。 アメリカ・カリフォルニア州の病院にて、パーキンソン病の合併症にて死去。81歳没。当時は、今ほど、レース数が多くなかったとはいえ通算で参照しかしておらず、これは、チャンピオンとしては、マイク・ホーソーンと並ぶ少なさであった。同時期に、会一に参戦していた、グラハム・ヒルトの血縁関係はないが、同性ということで、信仰はあり、彼の息子。 デーモンを可愛がったという、アメリカ人初の F1 優勝に尽力し、また結果的に、フロントエンジン搭載マシンによる最後の優勝とも、なった。デレク、バネッサ、ジェニファーの3人の子供がいる。デレクは2000年に、イタリア海参前選手権に参戦し、2001年から2003年に、国際海参前選手権に出走していた。ありがとうございます。